ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 やっぱ曇ってる曇ってる。どうもヒカキンです。今ですね、朝の5時なんですけど、東京駅にいます。なぜかというと、ずっと前から行きたかった広島にあるね、ウサギの島に日帰りで行きたいと思います。大久野島ってとこらしいんですけど、結構東京から遠いんでね、新幹線乗って、乗り換えて船乗って行きたいと思います。たくさんのウサギに会えるはず。今船に乗りました。じゃじゃーん、船でございます。瀬戸内海はすごいね。なんかね、波がないんだよ全然。そろそろ着きそうです。多分これもう到着だ。ウサギはすぐいるのかっていうね。海が綺麗だ。なんかいる。ちょっと待って、やべ、なんかウサギっぽいのいる。奥の島へ。いるよ、どうしよう。頑張って探すぞとか言おうとしたら、もういる。ボコボコ掘れてんのよ。これは奴らの糞だな。で寄ってくる。こいつ第1号。こんにちは。はるばる東京から来たよ。これ何百匹いんだろうね。こんにちは。こうなってる。ちょっと怖いんだね。おお、来た来た来た。あら。うわ。みんな綺麗だね。縄張り争いか、これは。序盤でこれだからね。あっぺんこれ。穴ぼこだらけ。これ、ほら。これ、隠れてるぞ、これ、いっぱい多分。来てよかった。すげえ、みんな寄ってくるこいつ。おい、おい。完全にこれ意識を失ってるもん、この子。寝てる寝てる。一匹
くらい持ち帰ってもいいんじゃないのっていうくらいいっぱいいるよ。ダメだよ。すげえ。あ、なんか走ってきた、走ってきてる。こいつ野生感半端ねえ。お前野生感すごいね。うおおおお、ちょちょちょ、でかいでかいでかい。お前でかいね。ビッグだね。いや、じゃあちょっと餌あげてみよう。こいつは元気だから。よし。さっきね、買ってきたんですよ、餌を。うお、ちょっとお前鼻良さそうだもんな、こいつ。そう、船乗る前に売ってたんだよね、これ100円で。ほらほら、はいはいはい。あれどっか行った。いや、諦めない諦めない。この子ほらほら、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 あー、これ、おー、寄ってきた、寄ってきた。あれ、ほら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 、よしよしよし、食べてる、食べてる。ウサギフード的なやつ、これ。よいしょ、はい。かわいいね。あ、お前も食う？お前も食べる？はい。ひえー、悪そうなやついたぜー。ほら、ヤンキーっぽいよ。ほら、ちょっとラスボス感出てる。ほらほらほら、お前ボスだろ。黒いのちっちゃい、あ、ちっちゃいわ結構。おお、来た来た。みんな人懐っこいね。あららら、カピバラみたいな顔してるよね、ウサギって。よく見ると。お前、よしボス、お前は。あー、来た来た、仲間が出てきた。ほらほらほら、意外とね、餌のパワーがね、弱いかもしんない。あれボス、おい、ほらほら、あー、なんかね、手を差し出すとね、噛まれるかもしれないらしくて。おお、こっちおお、顔突っ込んできてる。はい、満足か、お前ら。よし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 。これ普段何食べてんだろうな、野生のものって。それではですね、次回このウサギの島のもっと奥深くに進んでいきたいと思います。お楽しみに。チャンネル登録はこちらをポチ、評価もぜひ。 Twitter、Instagram もやってますので、概要欄からフォローお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブーン、じゃんけんポン、バイ。船に乗りました。じゃじゃ。ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 やっぱ曇ってる曇ってる。どうもヒカキンです。今ですね、朝の5時なんですけど、東京駅にいます。なぜかというと、ずっと前から行きたかった広島にあるね、ウサギの島に日帰りで行きたいと思います。大久野島ってとこらしいんですけど、結構東京から遠いんでね、新幹線乗って、乗り換えて船乗って行きたいと思います。たくさんのウサギに会えるはず。これは
踏んだな。お、すげえ寄ってくる。こいつ第1号。こんにちは。はるばる東京から来たよ。これ何百匹いるんだろうね。こんにちは。こうなってる。ちょっと怖いんだよ。おお、来た来た来た。あら。うわあ。みんな綺麗だね。うう。縄張り争いか。これは。序盤でこれだからね。あっぺんこれ。穴ぼこだらけ。これほら。これ隠れてるぞこれいっぱい多分。来てよかった。うん。すげえみんな寄ってくるこいつ。おいおい。完全にこれ意識を失ってるもんこの子。寝てる寝てる。一匹くらい持ち帰ってもいいんじゃないのっていうくらいいっぱいいるよ。ダメだよ。すげえ。あ、なんか走ってきた走ってきてる。なんかこいつ野生感半端ねえ。お前野生感すごいね。おおおお、ちょちょちょ、でかいでかいでかい。お前でかいね。ビッグだね。いや、じゃあちょっと餌あげてみよう。こいつは元気だから。よし。さっきね、買ってきたんですよ、餌を。うお、ちょっとお前鼻よさ。船でございやす。瀬戸内海はすごいね。なんかね、波がないんだよ、全然。そろそろ着きそうです。多分これ。もう到着だ。ウサギはすぐいるのかっていうね。海が綺麗だ。なんかいる。ちょっと待って、やべ、なんかウサギっぽいのいる。僕の島へ。いるよ。どうしよう。頑張って探すぞとか言おうとしたらもういる。ボコボコ掘れてんのよ。これは